どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日は2、3ヶ月前にね、一回ダイナースクラブキャンペーン、ダイナースクラブカードのねキャンペーンを一回紹介したんですよね。でそのキャンペーンが本来8月の半ばぐらいで終わるキャンペーンだったんですけども、なぜかね9月まで延長されましたんで、今回ね、まだ知らない方、このキャンペーンね、ぜひ乗ってみてはいかがでしょうかと思いまして、この動画を撮らせていただいております。で、前、ダイナースクラブカードっていうものがですね、まず、年会費が22,000円。22,000円。結構しますよね。で、家族カードが5,000円。ということで、結構ね、年会費が高いクレジットカードになっておりまして、この後にね、またポイントサイトの案件もね、紹介しますので、そこでね、その年会費、少し、年会費の、金額に、ポイントサイトのポイントをね、充填するとかいう話も、この後ね、紹介させていただきたいと思っております。で、年会費が22,000円。で、基本的に、100円で1ポイント。っていうのがダイナースクラブカードですね。で、付帯特典としては、一応ダイナースクラブカードはゴールドカードということで、海外旅行保険が、自動付帯でついていて、国内旅行保険が利用付帯でついて、で、空港ラウンジが利用できます。まあこれはね、プライオリティパスが使えるところはね、結構使えたりするんですけども、まあ国内外でね、結構数が多いんで、もし気になる方はね、公式サイトの概要欄に貼っておきますので、そちらで見ていただけたらなと思います。で、次に、空港手荷物宅配、まあ、こちらもね行き帰り無料で1個利用できます。でポイントですね、100円で1ポイント貯まる、ダイナースポイントは ANA 大韓航空、アリアタリア航空、ユナイテッド航空、デルタ航空等々の、マイルにね交換することができます。でもですね、残念ながら、移行手数料がね、かかります。年間6000円。高い。本当に高い。まあ、こればっかりはね、もうどうしようもないんで、6000かかるんですけども、本当に高いですよね。ですので、年会費と一緒に、22,000円、プラス、年間の移行手数料で、全部で28,000円がかかるっていう計算になります。で、ダイナースクラブカードの、キャンペーンなんですけども、本来100円で1ポイントっていう話をしましたよね。その100円で1ポイントのポイントが、2019年の9月いっぱいまでね、本来8月半ばで終わるキャンペーンだったんですけども、それが9月いっぱいまで伸びまして、100円で1ポイントのところが100円で10ポイント貯まるんですよね。で、それが、50万円までの決済まで10ポイント上げますよということで、最大50万円使うと5万ポイント貯まるんですよね。5万ポイント。ってことは、5万ポイントっていうことは、そのまま5万マイルになりますんで、それで東京からニューヨークのエコノミークラスの特典航空券が取れます。これ本当ですからね。取れます。ですので、もしね、これからダイナースクラブカードを発行してみようかなってちょっとでも考えている方はね、ぜひこのキャンペーンに乗って、ダイナースクラブカードを発行してみてはいかがでしょうか。で、発行するにあたってね、一つだけ注意点があります。まあ、注意点っていうわけじゃないですけども、ダイナースクラブカードはですね、審査が厳しいんですよ。審査が厳しい。これどういうことかというと、そういうことなんですけども、私、結構有名な会社で働いてまして、まあ今も退職してますけども、働いてまして、安定もしてる会社で、誰でも知ってるような会社で、年収もまあまあ高かったと思います。友達とかと比べると、まあ同じかそれ以上かぐらいの年収をもらってたんですけども、普通に落ちました。落ちるんですよ。ダイナースカードは。私まあ、ダイナースカードって一応ゴールドカードのくくりだって思って、確かそうですよね。だと思ってるんですけども、もう一個上にプラチナカードがあるので、ですけども、私ゴールドカードで審査落ちたのって本当にダイナースカードだけなんですよね。それ以外のクレジットカードのゴールドカードで落ちたことってないんですよ。
ですけども、ダイナスカードはね、落ちますんで、それだけちょっとね、もしかしたら発行できないかもしれないっていうことだけね、入れといていただけたらなと思います。で、最初の方にね、ポイントサイトの話をしましたよね。で、ポイントサイトの、ポイントサイト何っていう方はね、私の動画にね、ポイントサイトの、ポイントサイトから ANA マイル交換するっていうね、動画もね、集中講座っていう感じで出しておりますんで、そちら見ていただけたらなと思うんですけども、ポイントサイトに、今、チョビリッチで、2万円分のポイントで、ダイナスクラブカード出ておりますんで、それを2万円分ね、現金でもらってもいいですし、現金でもらって年会費にね、充填してもいいと思いますし、もう2万円分ももう ANA 前にしちゃうっていうのも OK です。ですので、合計すると、ダイナースのキャンペーンで50万円使うと5万ポイント。で、チョビリッチの、発行案件を利用すると2万ポイント。両合わせると66,200マイルかなが合計で取れます。ですので、年会費のね、相殺するかしないかは人によってね、考え方はね、違うと思いますので、どっち取ってもね、いいと思いますんで、そちらはね、選択していただいて、年会費に充填させるか、全部 ANA マイルにしちゃうかっていうんですね。今回の動画では、ダイナースクラブカードのキャンペーンね、ちょっとザザッと紹介させていただきましたけども、一撃でね、最大で66,200マイルがもらえるキャンペーン。こちら50万円は使わなきゃいけないんですけども、こんなにマイルがもらえるキャンペーンってめったにないので、ぜひね、これから発行を予定されている方はね、ぜひこのキャンペーン乗ってみてはいかがでしょうか。今回の動画がね、役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、もしフォローとチェックしていただければとても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。